お願いします。それでは B さん勉強会第10回目、機械翻訳にと題しまして、名古屋技術科学大学の B さん組澤由紀が発表させていただきます。まず、今回機械翻訳の2回目ということなんで、前回までのおさらいをしておきたいと思います。ある言語、これを言語というのですけど、これを別の言語、目的言語へコンピューターの処理によって翻訳することを機械翻訳と呼びます。一般に言語は社会の慣習で、その慣習は言語依存であり、言語によって異なる場合が少なくありません。この言語間に存在する異なる部分、ズレによって機械翻訳は難しいものとなっています。機械翻訳は当初、人手による規則に基づいて現言語文の構文を解析し、目的言語へ構造的変換を行うアプローチが盛んでした。しかし高い精度を人手の規則では網羅できなかったため、近年では大量のコーパスを統計的に学習し、翻訳する方法が盛んです。統計的機械翻訳は大量の対訳文データを用いて、語の対応や語順の並べ方を統計的に学習し、それに基づいて翻訳することを言います。IBM の統計的機械翻訳のモデルでは、翻訳のプロセスを暗号の解読として捉え、これを数学的に定式化したものであります。式を書くと、この3つのようで、一番下が IBM の統計的機械翻訳のものを定式化したものになります。統計的機械翻訳では翻訳のプロセスを主に4つの過程に分けて行っています。それがこの図となっています。上から順番に説明していくと、一番上がファーティリティモデル、2番目がヌルジェネレーションモデル、3番目が歴史観モデル、4番目がディストーションモデルという形になっています。で、重要な単語なのですが、翻訳生成過程は単語の対応付けで表現することができて、これを単語アライメントと言います。私はの和だったら、目的言語文のヌルに対応しているので0という形で、各単語に対して数字が振られている形になっています。でここまでの話が、先週までの復習で、ここからの話が、今週の話になっていくのですが、今までの話では IBM モデルにおいて単語は個別に扱っているため、言語モデルで目的言語の文の自然さを考慮するとはいえ、十分な精度の翻訳を行うことは困難でありました。これに対して単語ではなく区を単語単位として翻訳を行う区に基づく統計翻訳、フレーズベースド SMT が提案されました。これによって統計翻訳の精度は大きく向上しました。ここでの区は名詞句や動詞句などの文法的な句ではなく、単に単語の並びを意味します。句に基づく統計翻訳では IBM モデルの単語アライメントを両方向で行い、その結果から句の対応とその確率を計算するような流れになっています。先週と同様に日本語から英語への翻訳を考えます。考えるとこの図が示すように、まず IBM モデルによって日英英日の単語アライメントを行い、対応の積と排他的論理和を求めます。ここが積、で、ここが、この黄色い部分ですね、ここの黄色い部分が、排他的論理和ですね。私の場合は I と対応しているので、私と I のところに積、が来て赤色になりますね。こっちでも同じように私と I が対応しているので、ここが赤い感じになっています。で、これらの積、と排他的論理和を計算するとこのようになります。両方とも私の部分が赤くなっているので、ここのマスも赤くなっていて、で、和の部分では、こちらでは、あの部分に和が来てないので、和が来てないんですけど、こっちの部分だと私、A と和の部分で、結果が単語アライメントが取れているので、ここの結果が、排他的論理和を取った時に、1のビットが立って、黄色くなっている形になりますね。で、これらの積の対応をまず採用します。採用するっていうと、最終的な結果として、この赤い部分が取れるっていうことですね。
そしてそれに隣接する排他的論理話の対応を採用して最終的な単語対応を得ます。まあ、この場合であれば買ったが、隣にもうすでに採用されているマスがあるので、ここでも赤を採用して、ここにビットを立てます。逆に、和の部分であれ、ここの部分であれば、隣接するマスには対応するものがないので、ここは採用しませんといった形で、まあ区に基づいて単語アライメントを取っていく感じとなっています。これらの単語対応の結果から、単語対応と整合する 区対応をすべて採用します。ここでの整合は、区対応を採用したときにその外に単語対応する単語が残らないということを意味します。例えば、この部分において、ボーターブックイエスタデーと、昨日本という対応は、まあ、これですね。昨日本という対応は、ボートと買うという対応が単語対応の外から出てしまうので、採用しません。はい。このように区対応が求まれば、区翻訳確率は、次のように対訳コーパス中の対応関係から最優推定を使って求めることができます。まあ、式に表すとこのようになって、ここでの E と J、E バーと J バーは、それぞれ英語の句と日本語の句、C の C、E の J、ここですね、はその対応の対訳コーパスにおき、対訳コーパスにおける頻度を表しています。統計翻訳の精度が大きく向上したもう一つの要因としては、E-hat ですね。E-hat を最初に説明した式のように求めるのではなくというのは、最初の式というのは、これですね。この式ですね。この一番下の式のように求めるのではなくて、P の E の J、これですね。ここの部分を組成関数 FM の重み付き和で表現する対数線形モデルによる手法が広まったことがあります。Z はシグマ EP、シグマ EP、これですかね。まあ、ちょっとあれですけど、の翻訳確率の和を1にするための正規加工であります。あ、ここでここの部分ですね。ここの部分を正規化するためにこの Z の項があるわけですね。対数線形モデルでは区の翻訳確率を含めてさまざまな手がかりで組成関数を設計することができます。さらに組成関数の重みラムダ M の学習を対訳コーパスの誘導最大化ではなく後ほど説明する翻訳の自動評価尺度を用いて、翻訳の評価の値が最大になるように学習することも可能であります。統計翻訳におけるもう一つの重要な技術として、現言語文に対して確率値が最大となる目的言語文を探索するデコーディングがあります。区に基づく翻訳では区を単位として目的言語文を文頭から順に生成していきます。例えばこれまでと同じ、私は昨日本を買ったという日本語文を入力すれば、文頭から順番に翻訳されて I bought a book yesterday を得ることができます。英語側は文頭から、まあ、ここでの目的言語の英語側は文頭から作成しますが、使われる日本語の句はどの順番で入力され、どの順序で使っても良いです。そのため A book yesterday から始まる文も生成でき、可能な翻訳文は膨大となってしまいます。そこで文頭からの翻訳の途中経過のスコアを随時計算し、枝刈りを行いながら探索を進めます。デコーディングは複雑な処理でありますが、これらを含めてさまざまな統計翻訳の方式デコーディングのソフトウェアがオープンソースで公開されています。まあモーゼス等ですね。はい。ここまで説明してきた統計翻訳の方式では構文を全く利用してきませんでした。しかし日本語や英語のように語順や性質が大きく異なる言語間での翻訳には限界があり、現在では構文を利用する方法が研究されています。一つの方法は構造に基づく、統計翻訳であります。この方法はまず単語アライメントを取った上で
一方または両方の文を構造構文解析を行い、単語関係をその上にマップすることで構造を持った翻訳断片の対応を学習するというものです。高い精度の構文解析機が存在する言語が限られているという問題もあって、状況に応じて一方の言語の構文解析を行うことが一般的であります。例えば英語の製品マニュアルをさまざまな言語に翻訳するという状況においては、現言語文の英文の構文解析のみを行い、目的言語側では構造を取り扱わず、単語列として扱うようなことが一般的であります。他の方法としては、現言語の文が目的言語の文の構造に近づくように事前に単語の並び替えを行う事前並び替えの方法があります。この方式は英日翻訳のような目的言語が日本語の場合は特に有効です。例えば日本語の構造では主字が後ろに来るという性質があるので、現言語の英語の構文解析を行い、主字が後ろに来るようにあらかじめ並び替えておけば、語順の大きな違いがなくなっているので、句に基づく統計翻訳でうまく扱うことが可能になります。一方用例翻訳では、当初から構文を十分に活用することが考えられてきました。両言語の文の構文解析を行い、翻訳用例にも対して大きさの制限を設けず、単語列として不連続な用例も利用して、できるだけ大きな用例を用いた翻訳を優先します。用例翻訳では翻訳の過程の透明性が高く、人間の専門家による翻訳の支援などにおいて有効であると考えられています。まあこれが用例に基づく翻訳をちょっと図に表したものですね。まあ入力文として、光 CT は有効性が高いことを知られ有効性が高いことが知られているという文章を入力すると、まずこの黄色い線で囲った部分を対訳コーパスの中から、まあここの部分と、まあ、似たようなというか、まあ、同じ部分が含まれている部分を抽出して、でそうするとここが持ってこれるので、とりあえずここを翻訳結果として出します。で一方で、まあ、光 CT 話の部分はまた別で対訳コーパス値を探して、まあ、このような用例があった場合に、まあ、ここの翻訳が、オプティカル CT という形になるので、これをそのまま持ってきてこの文章をくっつけることで、最終的な翻訳を得ることができるような形になっています。はい。機械翻訳の評価について少し話します。機械翻訳の評価は、当初忠実さや流暢さなどを人手によって評価する方法が一般的でした。しかし評価基準の統一や、人手での、評価はコストがかかることから、近年ではいくつかの自動評価尺度が提案されてきました。代表的なものにはブルー値ですねがあります。ブルーでは翻訳システムの翻訳中の単語列が参照訳に含まれる確率を 1g、2g、3g、4g についてそれぞれ計算して相乗平均を取ります。この方法だと翻訳文が短い方が有効になってしまう、有利になってしまうため、翻訳文が参照訳よりも短い場合にはこれらにペナルティを乗じたものを使用します。ブルーなどの、自動翻訳尺度は荒っぽい尺度であり、翻訳システムの質を十分に評価できるものではないという批判もあります。しかし 人間による主観評価とある程度の相関があり、1000文規模のテスト文を用いれば参照訳が1文でもある程度機能することから、簡単に評価が行えるという部分での利点が大きいと考えられます。最後に参考文献を示して終わります。ご清聴ありがとうございました。